こんにちは。あ、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。お名前と年齢教えてもらっていいですか？うん。名前はポンズで。ポンズさん。年齢は二十歳です。二十歳。はい。好きな配信者と嫌いな配信者、お願いします。あ、女性ですか？女性ですか？あ、女性ですね。30歳以上なら合格ってどういうことだ？女性、好きな配信者と嫌いな配信者教えてください。あ、好きな配信者は、うんこちゃんなんですけど。ありがとうございます。嫌いな配信者は？あ、嫌いな配信者はうなちゃん、うなちゃんマンです。なんでうなちゃんマン嫌いなの？教えて。なんか犬ぶん殴ってんの見て、うわ、こいつ死ねって思ったのが。本当だよ、最低だよな、マジで。もう女の割には正しいこと言うじゃん。じゃあちょっと相談を。結構重い話になるんですけれども。全然いいですよ。お父さんが今、刑務所に入ってて、そうなんだ。もうすぐ15年経つんですね。え、それさ、名前聞いていいの？名前っていうか、なんで、罪名は聞いていいの？罪名は。ちょっと、裏稼業の方をやってて、墨ばっつり入れてる感じの。あ、なるほど、そっち系のね。組長さんで、やってて。ホープ系ね。そう、なんか、薬系をちょっと、何億円という単位で持ってらして、うん、あ、そうなんだ。それが、なんか、捕まったみたいな。うん。まあ、じゃあ結構なんか、お偉いさんだったんだ、お偉いさんだったんだ。あ、もう組長クラスだったんですけれども。あ、そうなんだ。へぇ。もう新聞とかにも住所も出ちゃったくらいなんですけれども。そんなのにも関わらず、あなたはそんな明るく生きてるんだ。あ、もうそんなの、もう関係ないんで、自分には。あ、そうなんだ。その件についてあれなの？あ、そうなんですけど、もうすぐ15年で、うん、あと1年後にお父さんが出てくるんですよ。お前、その話言いましたら俺が狙われるじゃねえかよ、お前、そんなさ。おめえの親に出てきてさ、俺がっつり狙われたらどうすんだよ。大丈夫です。お前守れよ、マジで、俺のこと。お前の親父がさ、出てきてさ、狙えみたいな感じで俺の家攻めてきたら、お前マジ止めろよ。あ、もう止めるんで、大丈夫です。私の。腕力で止めるんで。それどうしたの？それ出てくる親父がどうしたの？もう、あと1年で出てくるんですけど、うん、もう離婚してるんですね。あ、そうなんだ。ですけれども、うん、身元引受人の方がいないので、ちょっと多分うちの方に1回来るんですけれども、今の段階でもう5年くらい面会に行ってなくて、うん、まず最初の一言、お父さんに初めて会った時のもう一言、なんて言えばいいのかっていうので、知らねえよ。何ヤクザの娘かよ。5年ぶりに親父に会う時の第一声俺に聞くんで、知らねえよ。ビンタしてやるよ。お父さん、私に苦労かけやがったよっつって。でも、分かった。いい時だ。さ、おかえりにして、おかえりって。おかえり。お勤めご苦労様でした。それか、お勤めご苦労様でした。あ、わかりました。うん。お勤めご苦労様でしたって言ってあげて。わかりました。もうピンとして、お勤めご苦労様でしたって言います。言ってあげて。ありがとうございます。でもやっぱりさ、それね、あなたはお父さんがいなかったら生まれてこなかったたった一人の父親だから。ああ、まあそうなんですね。あなたが父親を否定するっていうのはやっぱりね、ちょっと、まあどこ、俺はその全肯定できないから、まあどこかでね、まあ許してあげた。まあ人殺してるわけとかじゃないじゃん。まあ覚醒剤的なね。ちょっとわかんないんですけど。お前、ちょっと切りますよ、それじゃあ、あなたとの通話は。もしかしたら大犯罪に俺巻き込まれるといけないんで。はい。お前、人殺してるかどうか分かんねえってとんでもないことだぞ。お前、どうすんだよ、人殺してたら。どうもー。はい、もしもし。お名前と年齢教えてください。はい、名前が他県で年齢25です。25歳。はい。好きな配信者と嫌いな配信者教えてください。好きな配信者は加藤純一さんで、嫌いというかムカつく配信者が、高田健志さんです。高田健志くんのどこが嫌いでしょうか？なんか関西弁がムカつく。え、じゃあ漏れなく西の方にいる奴らムカつくの？あー、まあ、多分そうです。そうなんだ。じゃあもう、交わることはないんでよかった。じゃあちょっと、悩み相談教えてください。はい、ちょっと下の話になっちゃうんですけど、いいですよ。自分、うんこちゃんまではいかないんですけど、まあ、女性と付き合った過去とかもいろいろありまして、まあ、セクシャル的には普通だなとは思うんですけど、たまにちょっと、自慰するときに、男性がちょっと好印している動画でちょっと抜いてしまうことがあって、自分もしかして、セクシャル的にちょっと、まあ、いわゆるホモなのかな、みたいなちょっと不安がありまして、うんうんうん。
ちょっと、それはちょっと、うんこちゃん的にはどうかっていう。なんかさ、みんなも経験、はい、俺の視聴者って男多いじゃん、めっちゃ。はい。で、誰しもが経験したことあると思うんだけど、中学校、はい、高校ぐらいの時に、なんか、悩みでさ、俺ホモなんじゃねえかって悩んだことない？視聴者の皆さん。ない？わかるよね？いきなりない？突然。あるよね？いきなり、ないほら大体すると、突然ね、俺ホモじゃない、不安になることがあると思うの。で、あなたってさ、はい、そのセックスするときは女の子としたい？あ、まあ、それははい。え、男の子とも別に、はい、男の子とでもできる？それはちょっと、実際にはちょっと難しいかもしれないです、ね、じゃあホモじゃない。俺だって別にさ、ニューハーフがカップルナンパしてみたっつってなんていうの、はい、動画で狂ったより脱いでた時期あったよ。25歳ぐらいの時、ニューハーフものの AV マジヤバくない？お前見たことあるありますあります。ニューハーフのナンパものの AV マジヤバくない？あれヤバいですね。あれ超いいよね。たまに刺激になりますよね。だからあなたは、ただ単純に、普通のね、性の趣味が若干変態寄りなだけで、別にホモじゃないよ。あ、そうですか。うん。ホモじゃないから安心していいよ。あ、ありがとうございます。うん。はい、これからも女の子といっぱい、仲良くなってください。はい。どうもあ、もしもし。こんにちは。こんばんは。こんばんは。もうこんばんはですね。お名前と年齢を教えてください。笠原28歳です。笠原さん28歳。同世代ですね、はい。好きな配信者と嫌いな配信者、はい、お願いします。好きな配信者は加藤純一さんで。はい。嫌いな配信者はレトルトとかですね。レトルトとかって。あいつら配信者じゃねえから。あれ、あいつら、まあまあまあ、その辺が嫌いですね。あ、なんかその、まあ、人気者のやつらね。なんか、うんこちゃんに似てるみたいなこと言われてた連中は大体嫌いですね。うんこ、あ、なるほど。俺となんかその被ってるような。ライバル的なね。いや、なんか一時期爆発してる時あったじゃないですか、うんこちゃんが。あ、ありましたね。それの穴埋め見ようかなと思ったら、クソほども面白くなった。そうなんだ。正解。じゃあ早速悩みを聞いていきましょう。で、それさ、お前レトルトじゃなくてレオモンじゃね？レオモンですかね。まあ、それは。まあ、レトルトもレオモンも変わんねえからいいや。はい、じゃあ、悩み相談聞きましょう。最近ね、ちょっとすごく忙しくて、うん、忙しい理由っていうのが、うん、純一さんがですね、うん、死んじゃえもん大運動会やるかもしれないって言ってから、うん、ずっと体を鍛えてる。そうなんだ。多分、まあまあ、そうそう、いいですね、はいはい。仕事は普通にしてるんですけど、うん、ずっと体を鍛えてたら、うん、ちょっと格闘技のプロになってしまいました。そうなの？ガチなの？ガチですね。前写真送らせてもらったものなんですけど。あの人か！あれすごいよね！はい。え、なんかだって、ちょっと、あれ、はい。言っていいの？言っていいっていうのは、え、なんか何やっていいですよ。何やって、あなたの、いいですよ。あなたの口から言ってよ。あなたの口から言ってよ。キックボクシングです。で、普通に選手なんだよね。選手です、はい。え、結構な、試合したりしてんの？試合にね、28歳、アラサーになってからバンバン出されるのがあって。名前言っちゃダメなの？名前はちょっと勘弁してほしい。そうなんだ。なんでお前俺の視聴者であることを恥じてんだよ。別にいいじゃねえか。俺たち、うちのコミ政治で、総出で応援しに行くってんじゃねえか。オフ会するよ、お前の試合で。なんですかね、所属ジムに迷惑かかるとちょっと僕の命が危ないんで。ねえ、笑い飯の西田じゃないよね。え、違います。あ、そうなんだ。めっちゃ似てない。似てますか？似てるよ、まあ、笑い飯の西田みたいな声してんじゃん。本当ですか？うん。ちょっと今度からそれで押していきます。え、じゃあそれ悩み、はい、あ、キックボクサーになっちゃってっていう悩み、どうするね？なっちゃって、しかも仕事もやってるんで、うん。ちょっと早めにやってもらうと本当に体が潰れてしまうんです。なるほど。運動会を。あ、分かった。ちょっとじゃあ、いただきたい。わかりました。そういう声もあったということで、はい、これから、煮詰めていくんでよろしくお願いします。はい、お願いします。え、ぜひ、参加してね、その時は。はい、西田として参加させて。めっちゃ似てるわ。じゃあ、西田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。めっちゃ似てない、西田に。クソ似てない。好きな配信者と嫌いな配信者、教えていただいてもいいですか？好きな配信者がうんぽちゃん。お前、そうだ、今、うんぽちゃんって言った。俺のことあんまり知らないでしょ。滑舌が、ちょっと悪くてすいません。滑舌があるだけ、今、うんぽちゃんって言ったよね、今、俺のこと。いや、ちょっと、噛みやすいんですよね、噛んじゃったんだ。下が。